今回は Amazon で高機能の激安三脚を購入したので、こちらをレビューしたいと思います。購入金額は4399円となります。メーカー名の方読めませんが、おそらく中華製だと思われます。メイドインチャイナと記載がありますね。こちらの方アルミ合金で重量 1.85kg、 収納高が 41cm の軽量コンパクトな三脚となります。一脚にもなり、前後 164cm、 360度回転の雲台、水準器、収納バッグ付きと高機能でこの価格となります。見た目の方もねかなりいいので、購入してみました。主な用途が一眼レフで使用するのですが、使用しているカメラの方がですね、チルト式のモニターで、通常の三脚ですとパンハンドルの方が干渉するので、なかなかねこのような形のものが見つからなかったので購入した理由でもあります。ではですね、開封してみたいと思います。はい、こちらが付属品となりますが、三脚本体と、あと収納バッグですね、あとショルダーベルト、あとですね予備の足釘と足釘を保護するゴムですね、フロアマット、あとですね雲台のカバーとなります。あと取扱説明書ですね、こちらが付属品となります。ではね、三脚の方を広げてみたいと思います。ではまずね、こちら雲台となりますが、まずですね、クリックリリースボードですね、こちらとなります。こちらのつまみをね緩めるとこちらが外れますね。こちらの方をねカメラに設置しておけば、こんな感じでねワンタッチで入れることができます。あとこちらですね、水準器、水壁ですね、こちらと後ろ側にもついてますね、こちらですね、こちらにもついております。次にですね、ボールジョイントの雲台ですね、こちらにですね、つまみの方3つありますが、こちらの2つでねボールジョイントの方は動かすようですね。こんな感じで、回転できます。いいですね。こちらのつまみが横に回転しますね。こんな感じですね。360度こんな感じで回転します。基本的にはね、この3つのつまみで雲台のね調整の方をするようですね。次に高さ調整の方をしてみます。この時点の高さが大体115センチくらいですね。
こちらがですね、一番伸ばした状態となりますね。大体ですが、160センチくらいありますね。これだけあればですね、普段使いは十分かと思います。はい、次ですね、こちらの方をばらして、一脚の方にしてみたいと思います。こんな感じでね、簡単に一脚にね、できるようですね。一脚の方はね、結構高くて、前高164センチですね。十分な高さだと思います。次に足組みですね。現在ね、ゴムのカバーの方ついてまして、フロアマットの方がついておりますので、こちらね、外してみます。こんな感じですね。屋外の足場の悪いところでね、こちらの方をね、まあ、使うものとなりますが、あるとね、便利だと思います。ちょっと見にくいのですが、中央の軸の下にちょっとしたフックがありまして、こちらのフックに重りをぶら下げるとね、三脚の方がより安定します。こんな感じで重りの方ぶら下げると安定するそうですね。ちょっとした機能ですが、よりね、考えられていると思います。次ですね、中央軸の方を反転してローアングルの方でね、設定してみたいと思います。はい、こんな感じで中央軸の方をね、反転すると、ローアングルでね、カメラの方を設置できます。はい、では最後にね、収納の方をしてね、終わりにしてみたいと思います。低価格で購入できる三脚としては、十分なものかと思いました。非常に高機能で、見た目の方もね、結構いいと思いますね。もしよろしければね、ご参考にしてください。今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。